シャンルールファ県は、トルコ南東部、南東アナトリア地方の県。県とはシャンルールファ。人口はおおよそ170万人。西にガズイアンテップ、北にア・ドゥヤマン、西にリアルバクルとマルディンと接しており、南はシリア国境である。1990年にはおおよそ100万人の人口であり、そのうち55万が都会に、45万が地方の村に住んでいた。 2000年には143万人に人口が増加、シャンルウルファ氏の人口はおよそ83万人である。同県の面積18,584平平方メートルは南東アナトリア最大であり、シャルンウルファは南東アナトリア計画のいくつかの主要な要素を含んでいる。南東アナトリア計画では、チグリス・ユーフラテス側の水力利用、 農業用管外の大規模な整備、地域の経済開発が考えられている。国家主導の非常に大規模な開発計画であり、ダム計画、水量調整、水力発電や、その他の川の利用に関わっている。計画では22のダムと何十キロもの利水管外の整備を含む。キャップの前から、シャンルールファは非常に肥えた土地であったためトルコの農業生産の 主力の県であった。シャンドゥールファとハラン平原は1500平方キロメートル以上の範囲に広がっている。これらの平野に考えを整備するのがギャップの最重要課題である。1990人の国勢調査ではこの県は148,521世帯であり、平均すると1世帯に6から7人程度の家庭が多いと考えられる。このうち、 71%の世帯は農家である。1992年、シャンルールファは土地所有者が多く、土地のない人間が48%いた。県内の5%の家庭が、県全域の65%の土地を所有しており、一般的な家庭は、全域のうち10%を所有するに過ぎないという、格差が発生している。 この県内のトルコ人はわずか10%であり、クルド人が40%、ザザ人が20%、アラブ人が30%である。数千人程度の小さい共同体は、アッシリア語とヤズイード派の文化を継承している。シャンドゥール派の成長率は1985年から1990年にかけて4.6%であり、地方平均、国家平均よりも、 成長率が高かった。シャンルールファの政治は、後半にザザ人出身者の政治的支持者が多い。以前、ユーフラテス流域地域は、中道派の制度等の基盤となっており、特に、スユレーマンで見れるタンス、チルレル、現在警察本部長のメフメトアーガルなどがいた。現在はトルコで優勢な公正発展党が2004年、初めて地方選挙に出てきており、 43.04%の議席を得ている。しかし、制度等は有権者が親しみやすいアーガルのもとで支持率の回復を見せている。クルド人政党の民主人民党もこの一帯で展開しており、民族票を得るためにクルド人の独立性の意識議論を優説している。しかしながらこれはクルド人の定義とは異なるザザ人とは関係なく議論を混乱させている。 さらに、いくつかの民族は1980年代から1990年代まで続いたクルディスタン労働者等のテロリズムと最前線で戦った人々であるため、効果は微妙である。それでも民主人民党は、林権の二地区と共に、1999年の地方選挙では12%だった獲得票を2004年には、 州で2番目となる16.95%に伸ばしており成功していると言える。民主人民党は伝統的にシリアに接しておりアラブ人の多い地域を避けており、この地区では候補者の出馬さえしていない。民族主義者行動党はトルコ民族意識を唱えて1998年には7.18%の得票であったものの、 その後2004年には2.97%に後退している。中道左派の共和人民党は無党派層から10%未満の得票をしている。ありがとうございます。